はい、それでは今日はこれから美味しくなるブリ、ブリといえばブリ大根、その、洋風で、三国風のブリ大根に挑戦してみたいと思います。スペシャルです。はい、ブリです。ブリはこれはこうやって切ったの、でちょっとこの皮に、隠し包丁をこうやって入れてください。火が通りやすくなります。そして大根、こうやって結構薄切りに3ミリぐらいでしょうか、生です。そして、家庭用の赤ワイン、バルサミコ、お醤油、バター、そして生姜、これだけです。白胡椒です。お魚は海の中にいるので、お塩は軽くします。はい、バターは、半分残しておいてください。最後、仕上げでバターを使いますので、まずブリの皮をフライパンの端で、こういう端を利用して皮をまずカリッと焼き上げます。皮はカリッと焼いてください。こうやってこのフライパンのこういうところを利用すると、こうやって皮がちょうど当たって、はい、さっと焼けましたら両面焼き色をつけます。きれいに一度ブリに焼き色をつけておきます。はい、こうやってバターをちょっと上からかけてあげてください。これはフランス料理でアロゼって言いまして、100年前からお肉でもお魚でも必ずこうやって上から油をかけることによって、しっとりと焼き上がります。はい、一度焼き色がつきましたら、よっ、戻しておいて、この同じフライパンで、大根もよく焼き色をつけておきます。ここでこのブリを焼いた香りがこの大根にも、つきますので、よく焼き色をつけておいてください。よいしょ、よいしょ。はい、このように焼き色をつけましたら、先ほどのブリを、戻します。すいません、また、氷が出来上がりました。そこに、分量の赤ワイン、バルサミコ、お醤油、そして生姜ですね、を入れて、はい、これも上からお魚の上によーくかけてください。
これをだいたい5分ぐらい、じっくり、蓋をして煮上げます。弱火と中火の間ぐらいです。ここで、皆さんからちょっと質問があるんですが、いつも僕はこう茹でるときに、硬い順から入れてくださいと。でパッと入れたらそうあったってまた入れる、ちょっと早すぎるんじゃないかというご意見があるんですが、とんでもない、時間差って言いまして、バレーボールの時間差攻撃でございますよね。あれと一緒で、一瞬タイトでも早いと火の通りが全然違うんです。ですから、ああいうすかさず入れていくっていうのが、プロの技です。よく覚えててください。はい、それで5分経ちましたので、開けてみます。あ、見てください、ちょうど煮詰まり具合がバッチリです。はい、では大根を大根もよく火が通っております。そして火が入ってちょうど、ソースを作るんですけども、全てに共通するんですが、ちょっと煮詰まりましたらちょっとお水を少しこうやって煮詰まった場合足してあげてください。そして、残ったバターを入れてとろみをつけてソースを作ります。こうしてフライパンに残った美味しい焼き汁、これを溶かすようにしてバターで こうするととろみがつきました。はい、これがソースです。ソースをたっぷりと、これ2匹あるので2人前のレシピですが、食欲のある方は一人でも食べられちゃいと思います。はい、それでは、始めたいと思います。見てください、部位も火が完璧に入っております。ちょっとソースをつけて、お肉もふわふわです。この皮もよく焼けております。さあ、はい、皆さん大根見てください。
のように完全に火が通ってます、うん、火が通ってますけどシャキシャキコリコリに残って歯ごたえが残っております。素晴らしいです。うん、じゃあブリと大根を一緒に食べてみます。ちょっと熱かったです。でも、ブリのふっくらしたあの味にこの赤ワインの酸味が非常に合ってます。今日はイタリアの、キャンティサンサンジョベーゼ、イタリアのキャンティのサンジョベーゼを合わせてみました。うん、フルーティーで、プラムのような、香りがします。相性は、ピッタージュです。もあの今日はあの家庭のワインを使いましたけども、もしあの贅沢をすればこのお飲みになるワインを使って火を入れると、相性が、ますます良くなると思います。あ、染み味が効いて、うん、やっぱりブリとブリと大根は完璧なマリアージュだと思います。サンジョベーゼ、非常に何かのお肉を食べているような、充実感があります。ぜひメインディッシュに、お父さんかお母さんに作ってあげてみてください。グーです。どうぞ作ってみてください。